趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。赤羽君。ただいま議題となりました海上交通安全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきましてご説明申し上げます。近年大型台風等の異常気象等が頻発激甚化しております。令和元年に台風15号が東京湾を直撃した際には装備をした船舶が臨海部の施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生いたしました。このため異常気象等が予想される場合に船舶交通が服装する海域にある船舶を事前に安全な海域に避難させる等の船舶交通の安全を確保するための措置を講ずる必要がございます。また海上保安庁においては船舶の主要となる灯台などの航路標識を設置しておりますが近年船舶の衝突事故により航路標識が損傷する事案が多数発生しておりその復旧に時間を要しております。このため同様の事案が発生した場合により迅速な復旧を図るための措置を講ずる必要があります。さらに海上保安庁におきましては航路標識の老朽化が進んでいることからその維持管理業務が増加しております。このため民間の力も最大限に活用しながら海上保安庁が管理する航路標識の維持管理体制を充実させるための措置を講ずる必要がございます。このような趣旨からこの度この法律案を提案することとした次第です。次にこの法律案の概要につきましてご説明申し上げます。第1に海上保安庁長官は異常気象等により船舶交通の危険が生ずる恐れがある等の海域にある船舶について当該海域からの退去などを勧告しまたは命令することができることとするとともに船舶が安全に航行、停留または漂白を行うために必要な情報を提供するなど異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずることとしております。第2に海上保安庁が管理する航路標識を損傷した原因者に対し復旧に必要な工事の施工またはその工事の費用の負担を求める制度を創設することとしております。第3に海上保安庁が管理する航路標識について海上保安庁以外のものによる工事等に関する承認制度を創設するとともに海上保安庁長官に協力してその工事等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を航路標識協力団体として指定することができることとしております。そのほかこれらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案を提案する理由でございます。この法律案が速やかに成立いたしますよう何卒ご審議よろしくお願い申し上げます。以上です。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る21日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。どうもありがとうございました。